ロッテルダムのワイヤレスインターネットサービスプロバイダー向けに設置されたケブルフリー製のポイント2マルチポイント無線基地局。ステーションには4つの無線インターフェースがあり、それぞれが個別のセクターアンテナに接続されており、それぞれが90度のカバレッジを提供する。20位内この基地局から数キロ離れた場所に氷得指向性アンテナを備えた顧客宅内機器が設置され、 基地局に接続して通常10から200のメガビット秒の容量のブロードバンドデータ接続を受信できる。ポイント2マルチポイント通信は電気通信では単一の場所から複数の場所への複数のパスを提供する異なる種類の一対多接続を介して実現される通信である。ポイント2マルチポイント通信は 通常、ギガヘルツ無線周波数を介したワイヤレスインターネットおよび IP テレフォニーで使用される。P2MP システムは複数の受信機からのリターンチャンネルがある場合でもない、場合でも動作するように設計されている。中央アンテナ、またはアンテナ例は複数の受信アンテナにブロードキャストし、システムは自分割多重化形式を使用して、 リターンチャネルトラフィックを可能にする。現代の使用法では、ポイント2マルチポイント無線通信という用語は、ギガヘルツ範囲の無線、またはマイクロ波周波数を介した、インターネット、または、ボイスオーバー IP の固定無線データ通信に、関連している。ポイント2マルチポイントは、多数のノード、エンド宛け先、または、エンドユーザーが存在する。 ワイヤレス通信で最も一般的なアプローチである。ポイント2マルチポイントは通常リモート加入者ユニットまたは顧客宅内機器がワイヤレスメディアを介して接続されている中央基地局があることを前提としている。基地局と加入者ユニット間の接続は見通しない通信または低周波無線システムの場合はリンクバジェットが許す限り 見通し外通信のいずれかである。一般に周波数が低いと見通し外通信が可能になる。様々なソフトウェア計画ツールを使用して地形データとリンクバジェットシミュレーションを使用して潜在的な接続の実現可能性を判断できる。多くの場合、ポイント2マルチポイントリンクはインフラストラクチャのコストを削減し CPE と接続の数を増やすために インストールされる。指向性アンテナを使用するポイント2マルチポイントワイヤレスネットワークは、クズマ、CA 媒体アクセス制御プロトコルを使用する場合、隠れノード問題の影響を受ける。隠れノード問題の悪影響は、クズマ、CA プロトコルではなく、自分割り単元接続ベースのプロトコル、またはポーリングプロトコルを使用して軽減できる。 ポイントツーマルチポイントシステムの電気通信信号は通常、双方向、TDMA、またはチャネルライズドである。周波数分割伏線を使用するシステムは基地局とリモートサイト間の全二重接続を提供し、自分割伏線システムは半二重接続を提供する。ポイントツーマルチポイントシステムは特定のアプリケーションに応じて、ライセンス付き、セミライセンス済み、または ライセンスなしの周波数帯域で実装できる。ポイントツーポイント及びポイントツーマルチポイントリンクはワイヤレス業界で非常に人気があり、他の大容量ワイヤレスリンク、または自由空間交通信などのテクノロジーと組み合わせるとバックホールと呼ばれることがある。基地局は単一の全方向性アンテナ、または複数のセクターアンテナを備えていてもよく、 校舎はより広い範囲と容量を可能にする。M カバー、トーマス・ジョイ・ A ・トーマス、Elements of Information Theory、ワイリー・インターサイエンス、ISBN0 から471062596、https、アーカイブ、org、details、e l e m e n t s of Inform000 公部、ハット・アンダーソン、ハリー、 アールフィックスとブロードバンドワイヤレスシステムデザイン、チ,チェスター、ワイリー、ISBN0 から470844388、ポイント2マルチポイントワイヤレス。FLUIDMESA1.com、AH.。2015年8月12日閲覧。ありがとうございます。